こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。スーパーカーのエースさん。わあ、すごいね。あ、そうだ。僕がもっとすごいの見せてあげる。わあ、すごくかっこいい。でしょ。僕が一番大切にしてるおもちゃの車なんだ。着いたよ、ドリー。ありがとう、タヨ。気をつけて。お、みんな、ヤッホー。ヤッホー。私たちボール遊びするけど一緒に行く？いいね。浅く来たら仲間に入れないぞ。お、僕のボールだよ。ちょっと待ってよ。一緒に行こう。ラン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 。あれ、誰が捨てたんだろう。よいしょ。タヨ、今日整備用品を一緒に買いに行ってくれて本当にありがとう。お手伝いして当然だよ。あれ、ドリだ。ドリ、どうしたの？タヨ、エースをなくしちゃった。エース？おもちゃの車だよ。ドリが一番大切にしてる。ドリ、よく考えてみて。どこに置いたか覚えてない？さっきここで降りて、それからカバンの中に入れたのに、どこかで落としてしまったのかな。お疲れ様だよ。ラビー、待って。どうしたの？もしかして掃除中におもちゃの車見なかった？星型のステッカーが貼ってある赤いスポーツカーだよ。もちろん見たさ。本当によかった。それでさっきゴミ捨て場に捨ててきたよ。それがね、道路の真ん中に落ちてたんだよ。早く行ってみよう。どうしたんだ。捨てられたおもちゃの車発見、直ちに出動せよ。了解。あっちだ。君はそっちに行って。危なそうだな。行こう。こんなに広いところでどうやって探すの？人間の声だ。走っていこう。早く早く、ゆっくり行こうよ。気をつけろ。
ーい、アキラ、やっと着いたぞ。こっちかな。どうだろう。エース、どこに行っちゃったの？これなんだろう。気をつけて。どうも本当におもちゃみたいだよ。信じられない。これはエースの変身ボタンだ。でもすごく大きいけど。でも見て、僕が貼ったステッカーまであるよ。どうやらここはおもちゃの世界みたいだわ。エースは絶対ここにいるよ。一体ここはどこなんだ？俺はどうやって？ここはおもちゃの車が集まって住んでる世界だ。おもちゃの車？そうだ、ここに来たおもちゃの車はみんな命をもらうことになる。こんにちは。こんにちは。今日は特別素敵だわ。おもちゃの車たちにとって天国だと言えるだろう。さあ行こう。わかった。詳しいことは女王様に聞けばわかる。女王様？この世界をまとめる方だよ。新しく来たおもちゃの車は一番最初に女王様に挨拶しなければならない。うわぁ。エースは一体どこにいるんだろう。ああ、そこにいる車たちに聞いてみましょう。僕が聞いてみるよ。こんにちは。どうしたんだろう。なんだかちょっと変な感じがするわね。もしかして人間？何これ。見て、人間です。さあ行きましょう。みんな私たちを警戒してるわよ。なんだなんだ、どうしたんだ。あれはまさか。人間じゃないか。警察だ。もしかして動くな。手を挙げるんだ。どうやってここに来た。一旦牢屋に連れて行こう。はい。どうしてそんなこと。どうすれば。そうだ。受けろ、タヨライト。早く捕まえるんだ。着いたぞ。女王様の前では礼儀をわきまえること、失礼のないように。これもともとそうだったの？何のことだ。もともと真ん中の穴に何かあったように見えるけど。ああ、俺の変身ボタン。もしかしてここについてたボタン見なかったか。見てないけど。
どうしよう、すごく大切なものなのに。俺の友達ドゥリがくれたステッカーも貼ってあって、すごく大切なんだ。今は時間がないからひとまず入ろう。僕が探してみるよ。心配せず僕に任せて。ちょっとどこ行くんだ。殿下、外部から新たに入ってきた車です。おもちゃの国に来たことを歓迎します。はい。苦労しましたね。人間に捨てられてこれまでどれほど大変だったか。しかしもう心配ないわよ。俺は捨てられたわけじゃない。最初はみんなそう言います。俺は本当に違います。今頃きっとドゥリが僕を探してるはずです。世間知らずね。おそらくあなたの持ち主は嫌気がさしたのでしょう。そんなことありません。ドゥリは大切な友達です。友達？人間は私たちをただただ苦しめ勝手にしてる存在に過ぎません。ドゥリは違います。その子も同じです。友達のこと悪く言わないでください。失礼します。止まるんだ。人間の肩を持つおもちゃの車をそのまま返すわけにはいかない。何？誰かこの車を今すぐ牢屋に閉じ込めなさい。はい、殿下。さあ、行くわ。毒な、どうしてこんなことに。待てー。私だってこれでも努力しているのです。あっちだ。捕まえろ。おとなしくするんだ。行こう。俺は必ずドゥリの元に帰るんだ。よいしょ。僕がさっき広場で聞いたんだけど、町に人間が現れたって。人間すごく怖い。体格に似合わず臆病だな。人間か、心配ないって。現れたら僕がタダじゃ浮かない。タイヤあれ一つしかないのに。一緒に行こうよ。ちょっと大切に扱ってよ。ごめん。ここは安全みたい。
ところでエースはどこにいるんだろう。そうね、はあ、ごめんなさい、みんな僕のせいで。そんなことない、私理解できるわ。本当？もちろん、私も大切にしてたおもちゃの車をなくしたことがあるの。え？どんな車だったの？うん、ベラーっていうおもちゃの車でね、私本当に好きでいつも一緒だったわ。私にとってとても大切な友達だった。それなのにどうしてなくしちゃったの？それが私の不注意で、他の素敵な車に目を奪われていたらベラーに傷がついて、私ベラーを直すための道具を買いに行ったの。帰ってくるとベラーの姿はなかったわ。それからもベラーを見つけることはできなかった。そうなんだ、すごく悔しいね。ん？心配しないで、ドゥリー、エースを必ず見つけるためにも私が手伝うからね。本当？僕も手伝うよ。どうしてタイヤが？君たち大丈夫？これ以上近づくとただじゃ置かないぞ。君たち壊れて大変なことになってるわ。近づくな、最後の警告だ、人間ども。かわいい、じゃじゃん。心配しないで、私がちゃんと修理してあげるから。あっちに行くんだ、人間。元通りになった。悪くはない。直してくれてありがとう。僕はブロア、それからこの子はメロっていうよ。メロはこんな風に音を出して話をするんだ。僕の名前はトリ、可愛いって言葉大嫌いだから気をつけてほしい。ところでここで何をしているの？僕たちはなくしたおもちゃの車を探しに来たんだ。そう、エースっていうかっこいい赤いスポーツカーなんだけど、もしかして見てない？僕も見てないな。見てないけど多分王宮にいるはずだ。王宮？ここに初めて来たおもちゃの車は最初に女王様に会わないといけないんだよ。それじゃあその場所に早く行ってみよう。それはいけないよ。女王様は人間のことをものすごく嫌いなんだ。そうだ、君たちを見たらすぐに牢屋に入れられる。どうしてそんなに人間が嫌いなの？そうだよ、さっき町にいた車たちもそうだったし。ここは捨てられたおもちゃの車の国だから、僕たちみんな人間に苦しめられて、そして捨てられたんだ。そうだったの。でも一人で帰ったりしないよ。エースはいつも一緒にいるって約束した僕の一番大切な友達なんだから、必ずエースを探して一緒に帰るんだ。感動的だな。ドゥリは本当にエースを大切に思ってるんだね。ドゥリ。それなら僕たちが彼らを助けるのはどう？ダメだ、人間を助けることはできない。トリ、この人たちは違うみたい。おもちゃの車を本当に愛してるじゃないか。みんな牢屋に閉じ込められたいのか？まさか、怖くてたまらないの？怖いもんか。わかった、行くぞ。僕がどんなに勇敢なのか見せてあげれ。イエーイ、ありがとう。そんなつもりじゃ。偉いよ、トリ。じゃあすぐにエースを助けに行こう。ちょっと待って、このまま行ったら警察に追われてしまうよ。そうよね、それならどうすればいいの？あ、お
動けない。外に出るにはこうするしかないの。そうだね。わかったよ。見つかると思った。ほら、変装してよかったでしょ。いつもより警察が多いぞ。気をつけていこう。うわ、ここがまさに王宮だ。素敵。お、僕の相棒は一体どこに行ったんだ。久しぶりだなブロ。何か面白いニュースあった？だから新しく来た車とか。ああそうそう、今日新しいおもちゃの車が来たよ。そうなんだ、どんな車？赤色で結構大きいスポーツカーだった。それから星型のボタンは、ああそれはなくしたって言ってた。エースで間違いない。それでその車は今どこにいるの？いや、来てすぐに牢屋に入れられたよ。なんだって牢屋に？一体どうして？人間の味方をするから女王様がご立腹で。そうなんだ。じゃあそろそろ行くよ。またね。相棒どこ行ったんだ。早く見つかるところだった。エースは本当に牢屋にいるの？どうも複雑な状況になってきたな。なんで？それが牢屋は王宮の中にあるんだけど、普通のおもちゃの車たちは王宮の中に入るって簡単なことじゃないんだ。フェスティバル？一年に一度開かれるおもちゃたちのためのイベントだよ。これだよ、これしかない。ごめんなさい、今はフェスティバルに行ってる場合ではないの。分かってないな。これがまさに王宮の中に入る方法なんだよ。公演のためのチームを作るって？公演をしてどうやってエースを助けるの？よく聞いて。ひとまず公演を行うチームは王宮の中の舞台に立つことができる。そしてこの舞台と建物はつながってる。公演を行いながらこっそり建物の中に入るんだ。でもお城を守る警備の車たちがたくさんいるんじゃ。多分警備の車たちもフェスティバルの観覧したくて気が緩んでるって。その隙にエースを助けるといい。どうだ、完璧な計画だろう。わあ、すごいいい計画。エース、僕がすぐ助けに行くからね。じゃーん、どう？エース、この星と同じでしょ。この星型が僕たち二人をつなげてくれるはず。僕たち絶対離れないようにしよう。はあ、ドゥリすごいたくさん。当然だよ、街中のおもちゃの車はみんなが集まる日なんだから。お、始まるよ。おもちゃの車フェスティバルにお越しになった皆さんを心から歓迎します。あの方が女王様だ。今日はまさに私たちおもちゃの車の自由を記念する日です。ここに来るまで私たちは大変な時間を過ごしました。人間たちのせいで私たちのタイヤは外れ、壁や柱には何度もぶつかってきました。しかしこれからはそのような苦しみはないでしょう。私たちだけの世界で自由になりながら素晴らしいフェスティバルを楽しみましょう。みんな
僕たちは公園の準備しに行こう。それでは今から公園の始まりです。私たち頑張りましょう。いいわね。次はちびっこバスと可愛い仲間たちです。全身を揺らして、みんな一緒に歌おう。両足でリズムを踊って。ちょっとあれ、なんだ。私が思い出せない。何かしら。どうしたの？どうしたの？歌が止まってる。何かあったのかな？なんだこれは。くだらない。全体の見回りするぞ。ブロー、しっかり。どうすれば。こんなことしたくないけど。仕方ない。このままじゃ見つかってしまう。ピンピン、僕たちリズムに合わせて一緒に歌いましょう。1、2のアトリエ。早く歌う、歌うんだ。僕ら最高の友達。また始まったぞ。どれどれ。怖くない、君のためなら。ここでは。あ、人間じゃないか。俺のこと見つけてくれると思ってた。さあ行きましょう。会うことができて本当によかった。そうね。侵入者
発見。大変だわ、見つかったみたい。ドリ、ハナ、早く乗って。侵入者発見。捕まろう。大変だ、見つかったみたいだ。あの者一体どうやって。誰か。はい、殿下。早く城門を閉じてあの者たちを追いなさい。絶対に逃がしてはいけません。だよ、僕たちはここだ。一緒に行こう。早く逃げて。もう捕まえても同然だ。ここだ、みんな全速力で。そこにいる、捕まえろ。会えて嬉しいよ、エース。僕はトリだ。よろしく。ここも安全ではない、早く逃げないと。どうしよう。早く行こう。追ってくる。どうしよう。もう降参したらどうだ。もうどうすれば。すいません、すいません。はい、すいません、ちょっと通りますよ。はい。ここにいたんだ。あ、君は。渡したいものがあって。はい。これはエースの変身ボタンだ。オッケー、それではまた。はい、ちょっと通りますよ。はい、すいません、通してください。エース、頼むよ。済むと思うなよ。バカな。僕たちが勝った。すごいエース。みんなもう行こう。どこに逃げるつもりだ。私たち車たちのおもちゃの国で消えなければならない者たちがここに全員集まりましたね。おもちゃの車を苦しめる人間よ。そしてそんな人間の味方をするおもちゃの車たち、私の前から消えなさい。俺の友達をいじめるな。この程度か、大したことないわね。受けなさい。このままやられるわけには。人間を守るために犠牲になるとは愚かね。許すわけにはいかない。受けよ。まずい。これで最後よ。ダメ、これ以上エースをいじめるな。
トゥーリー、ダメよ、危ないわ。身の程知らずにも程がある。トゥーリー、そんなことしたらダメだ。俺はいいから早く。僕一人じゃいけないよ。僕たち絶対離れないって言ったでしょ。はっ、そういうことなら一生一緒にいるがいい。深い力をで。なんだあれ。よくも私に。あの車は、あなたたちを許すことはできません。ベラー、え、ベラー、あなたベラーじゃない。どうしてその名前を。私よ、私、あなたの友達ハナ。ハナですって。それじゃあハナが話してたベラーが女王様。そうよ、もしかして私のこと忘れたの。忘れるはずが。私を捨てた敵ではないか。ベラー、それどういうこと。私は一日たりとも忘れたことはない。あなたは通り過ぎる車にいつも関心の目を向けていた。そして私が傷つくとすぐに私を捨てた。あの日から私は毎日毎日あなたを恨みながら生きてきた。そうじゃないのベラ、それはあなたの誤解よ。あなたを失ってしまったのは私の不注意なの。あれから私あなたをすごく探したの。聞きたくもない。そんな言葉に私が騙されると思ったか。早く逃げないと。ドゥリー、ハナ、早く。タヨ、早くこっちに。絶対にこのまま逃がすわけにはいかない。待ちなさい。こっちだ。絶対に逃がさない。どこへ消えた。これからどうする。隠れても無駄なのがわからないのか。出てきなさい。何かいい方法ないかな。女王の足を攻めてみよう。膝を狙って攻撃するんだ。そうすれば僕たちが勝てるよ。俺、ロケットがあと一つ残ってる。だけどエースは怪我をして動けないよ。次は僕たちの番だ。え、君たちが。おもちゃをそんなに愛する君のためなら何でもできる。みんな行くぞ。ちょっと、みんな、あれはすぐにやめるんだ。これ以上したら許さない。僕たち無敵のおもちゃの車三銃士だ。そんなので私に勝てると思うのか。気をつけろ。あっちに誘導しよう。待ちなさい。太陽、ジョーがよく見えるところに俺を連れて行ってくれないか。わかった。止まりなさい。やれるもんならやってみろ。どうするつもり、トリー。心配ない、考えがある。これが人間の味方をしたおもちゃの車の最後よ。エース、こっちだよ。
だよ、エイゼ、すごくかっこよかった。ハナ、もう帰ろう。大変だわ、ベラ。ハナ、危険だよ。ベラ。ベラ、大丈夫？私が助けるわね。あなたの助けなんていらない。このままあなたを置いていくわけにはいかない。あっちに行きなさい。行くのよ。絶対に行かない。あなたは私の一番大切な友達よ。もう二度とあなたを失いたくない。あなたを失ってどんなに泣いたかわからない。それに他のおもちゃは目に入らなかった。いつかまたあなたに会えることができたら私が絶対に直そうと誓ったわ。これまで大変だったよね。本当にごめんなさい。ハナ。早く抜け出さないと。一旦早くここから出よう。ここには人間に傷ついたおもちゃたちがまだたくさんいるの。私はここに残ってそのおもちゃたちを慰めてまた愛されることを知ってもらいたいと思う。わかったわ。そういうことなら仕方ないわね。わかってくれてありがとう。ねえみんな。君たちのおかげで僕たちエースを探し出すことができた。ありがとう。そんな、僕たちこそ本当にありがとう。ずっとすごく面倒だったけどよかったよ、本当に。きっとまた会いたくなるよ。僕たちもそうだよ。元気でね、みんな。気をつけて。みんな、またね。後で遊ぼう。